第1レーン渡辺さん千葉黎明、2レーンを開けます。3レーン杉本さん市立船橋、第4レーン木村さん幕張総合、第5レーン磯野さん東海大紅葉、第6レーン川原さん市立松戸、第7レーン山口さん八千代、第8レーン石坂さん有子、以上7名で女子の 200m 競走準決勝第1組出発です。グリーンカードが提示されました。スタートをやり直します。女子の 200m 競走準決勝第1組、
さあ、またしました速報が出ました。1着は3レーンを走りました杉本さん、一律船橋、時間25秒00、風は向かい風の 1.6 メートルでした。